現在皆様がいらっしゃいますのがこちら1階の団体フロアです。墨田区にある東京スカイツリーは2012年5月の開業ですから、もう2年が経ってしまいました。遅まきながら東京スカイツリーに登ってきました。スカイツリーの展望デッキまでお上がりいただきます。係員から第一展望デッキに床がガラスになっているという説明がありました。ガラスでできております。ガラス床がございますので、ぜひこちらから下を覗き込んでいただきまして、直下340メートルの景色をお楽しみください。電波塔としての役目を持つ東京スカイツリー、地デジ放送では関東広域圏約1400万世帯をカバーしています。エレベーター内は何とも言えない電子音が鳴り響き、液晶表示に現在の高度が表示され、エレベーターのスピードは分速600メートルとあって、最高速度の時は1秒間に10メートルで上昇します。あっという間に東京タワーの333メートルの高さを超えて、350メートルの第一展望デッキに到着します。溶接作業の一部には手作業による職人技が寄与しています。真下から見上げる光景にはとても人間が作った造形物とは思えない迫力があります。それでは最後にエレベーターの動きを実際の速さより早めて再現してみましょう。建築主、東武鉄道、東武タワースカイツリー、施工、大林組、高さ634メートル、総事業費約650億円、
工事期間3年半。